はい、皆さんこんにちは、新龍です。今回私はね、仙台駅に来ております。今回の路線がこちらですね。あ、こっちじゃなかった、こっちは乗車券のことでしたね。はい、今回の列車は仙台から出る郡山行きのフルーティア福島92号郡山行きに乗ってきた動画をお届けしようかなと思います。では早速解説入っていきましょう。はい、でホームは4番線から出発のようです。4番線のホームにね、もしかすると止まってるかもしれませんね。まだ出発までかなりあるんですけども、ただ準備をどこでやってるかなんですよね。荷物搬入とかは絶対どこからやるはずなので。私結構ね、スーパー余裕を持ってね、旅してるのでね、こういうなんか指定席でしてる動画は30分前ぐらいできちゃうんですよね。でゆっくりしようかなって形でございます。あ、列車まだ来てなかったです。フルーティア福島92号14時42分発です。あと40分後でございますね。おそらく15分前ぐらいには入線してくるんじゃないのかなとは思うんですけども。でリゾートみのりはね、後ろで止まるんですけども、フルーティア福島の位置はこれ止まるそうですね。多分東北本線の方も行くからでしょうかね。はい、ということで列車が来るまで待ちたいと思います。まもなく4番線に当駅始発臨時郡山行きが参ります。アドレスから黄色い点字ブックまでお先ほどください。この列車は2両です。こちらですね。2号車12合ってます。はい、はい、ということで人が来る前にちょっと向こうが撮影しちゃいましょう。そうですよ、ソファー席、あ、今日持ってないですね、ソファー席。2名席は持ってるんですけどね、多分テーブルクロスがないってことは何も、わ、すげえ、こんな感じになってるんですね。お手洗いがこんな感じ。あ、次、あ、すごいよ、お手洗いウォシュレット付きじゃないですか。今最新の特急はね、ほとんどウォシュレット付いてますが、すごいですね。後でまたねじっくり紹介しますが、あ、いいねいいね、これ全種類もらっちゃいましょうかって感じですね。で上りのフルーティア福島のいいとこやっぱこれですよね。全面展望が見れるとこですよね。最高です。基本的にはドリンク飲み放題の列車になりますね。ドリンクつってもね限られちゃうんですけど、確かコーヒーと、アイスティーでお水が確か無料のはずです。反対側のね、はい、あの座席と大違いの列車でございます。で確かこの列車がね9時なんですよね。これ市っていうのがね、食堂車の略でございます。
ありがとうございます。ぼっち料金の200円増しの5800円でございます。まあね、この中にね、ケーキが2つと、あとソフトドリンクが飲み放題でございます。一応なんかウェルカムドリンク的な感じでね、オリジナルドリンクが1つもらえるんですけども、まあ、一応比較としてね、新幹線自由席は4950円、もし特急が走っていたらになるんですけどもね、まあ、一応特急ひばりとして勝手につけたんですけどね、はい、自由席が3670円で、グリーン車が5770円、ここが大体なんか一緒の金額ですよね。でもし普通列車やグリーン車だったらの場合は4010円になるので、まあ、4010円、まあ、まあざっくり4000円としてプラス1800円足してケーキとドリンクって思えば、まあ安い方なんじゃないのかなと私は思います。なので結構お得な列車なんですよね、この列車。席も広いですし。はい、ここでね、フルーティア福島の名物であるね、スイーツをいただいていこうかなと思います。今回のスイーツはね、いちごチョコタルトと、あと、いちご、まあ、ショートタルトかなになっております。まあ、フルーティア福島で出すフルーツなんですけども、まあ、東北県産のフルーツを必ず使っております。ただ、その他の原材料はね、一応なんか注意書きで書いてあったんですけども、まあ、全部丸々ね、東北県産ってわけにはいかないようです。まあ、さすがに無理がありますからね。はい。ということでね、チョコレートケーキ美味しくいただきました。まあ、私がね、二人ぐらい旅してればね、なんか会話系でね、これめっちゃ美味しいよねって言えたりするんですけどもね、私もぼっち旅でございますのでね、ぼっちの人がね、うわ、なんかめっちゃうまいってなんかカメラで向かってたらね、まあ、変人としか思えません。とは言っても最近はね、なんかやっぱり鉄道系 YouTuber の方はたくさんいらっしゃるのでね、はい。なので、まあそこまでね、痛い目で見られなくはなりましたね。まあ逆に言うと私が体勢ついてきたからっていうのもあるかもしれないんですけども、まあ、こちらが本日のケーキでございます。最初に一眼で撮ってたんですけどね、はい。で、左側にね、今私のね、家の鍵にもついてるんですけどね、赤ペコがついております。これ結構ね、しっかりしてたんですよ。なので、もしもらえたら結構おすすめでございます。はい、ということでね、フルーティア福島港はね、唯一の途中停車駅である、福島に到着でございます。まあ、福島駅もね、まあ、今後、まあ、数年かけてね、翼号のね、まあ、なんでしょう、渡り線を作るっていう計画があるそうです。まあ、いつもね、ダイヤ崩壊招いてるんでね。でもね、翼号の仙台駅、確かあったと思うんですけどね、あれもね、結構見物ですよね。確か分割できなかった時バージョンの翼仙台駅みたいな。山彦号と連結してて、もし翼号の
走ってる在来線に支障が入った時に、仙台行きが出てくるはずですね。僕の記憶が正しければですけど。はい、ということで、福島駅到着でございます。この駅で約20分ほど停車でございます。ちなみに、乗ることもこの駅で可能でございますね。なので、まあ、翼号でここまで来て、まあ、トレイユ翼が乗り継げるかどうかはわからないんですけども、まあ、例えばトレイユ翼でここまで来て、乗り継ぐってことも可能かなと思います。ちょっと私トレイユ翼のちょっと自己表今ちょっとわかんないんですけども、まあ、ともあれね、これ福島駅20分停車です。なので、ね、タバコ吸いたい方はね、車掌さんも言ってたんですけどね、一回降りて、外で吸ってくださいってことです。もちろん駅のホームじゃないですよ、規定の場所ですけどね。ただいま16時26分でございます。列車はね、次足立駅を通過するところでございますね。はい、私一個人的な、好きな駅ですね。なんで好きなのかっていうと、はい、自分の名字だからですね。これ本名公開しちゃってますけど、まあ、私 Facebook から覗けばね、本名なんてねすぐ出てきてしまいますので、もう少しで足立駅通過だと思います。一度降りたい、見たい駅ですよね。自分と名字と同じの駅。はい、まもなく通過です。過ぎて見にくいかと思いますが、はい、通過し終わりました。今日はフルーティア福島92号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の郡山です。1番線に着きます。お出口は右側です。車内の落とし物お忘れ物なさいませんご注意ください。郡山からの乗り換え列車ご案内いたします。新幹線上り山彦52号東京行きは新幹線ホーム13番線から17時5分の連絡です。新幹線下り山彦57号盛岡行きは新幹線ホーム12番線から17時2分の連絡です。変わりまして在来線東北本線上り深川矢吹白川方面新白川行きは5番線から16時58分の連絡です。磐越線磐越谷猪苗代磐梯町方面会津若松行きは1番線から17時42分の連絡です。磐越東線三春峰月方面小野見町行きは6番線から17時45分の連絡です。中軍線いわき石川いわき金倉方面日立大子行きは中軍線ホーム3番線から18時19分の連絡です。仙台を出発してから約2時間、フルーティア福島号の旅はいかがでしたでしょうか。なお、JR 東日本仙台車では、乗って楽しい列車、フルーティア福島をはじめ、仙台新庄間はリゾート緑号、福島新庄間はトレイユ翼号を運転しております。次回も乗って楽しい。
ありがとうございました。おい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、終点のね、郡山駅に到着しました。いや、私ちょっとね、やっぱりお腹痛いってなってね、降りた後そこで後ろのトイレ行ってきたんですけど、はい、で最後ね、まあ、ドリンク1杯ぐらいもらえる感じでございますね。といってもドリンクそもそも飲み放題なんですけど、古池や福島の旅どうだったでしょうか。私めっちゃ良かったですよ。でさ、普通に考えて、特急列車で乗った時、例えば、仙台郡山計算だと、マイナス1400円かな、指定席特急料金と、あと、乗車券ですね、マイナス1400円なんですよ。ただその1400円の中に、こういうドリンク代とかケーキ代と思えばすげえ安いと思いますよ。そもそもあんな豪華な列車ですからね、まあ、グリーン車料金で計算したらおそらく赤字ですね、はい、むしろビュー商品大丈夫ですかって言いたいぐらいですよ。あれ走らせるだけで赤字になるんじゃないみたいな。ということで、ちょっと早いんですけど、駅弁買ってね、私乗る列車はまだ表示されてるかな、17時、あ、まだ表示されてないですね。17時30何分発の那須野に乗りたいと思います。そしてなんかね、会社から連絡あったんですよ。なんだろうと思えばちょっとね、会社の方に連絡しないと。あ、すげえ、3月14日、快速ワイズ指定席。あ、そうだ、思い出した、これもしかするとさ、この今確か試験的に無料で乗れるんですよね。で3月14日から本格指定席っていう形ですかね、はい。ということでちょっと駅弁を買いたいので、ちょっとねどっちに売ってるか聞いた後に、ホームに行きたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますのでとても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているのでぜひご視聴ください。